はい、どうも JB です。本日もプロスピエスやっていきたいと思います。はい、というわけで本日の動画なんですが、今回の更新で追加になりました、通常 S ランク中継ぎ12選手見ていきたいと思います。今回の中継ぎかなり重要な選手多くいるっていうような形ですので、早速12選手見ていきましょう。1人目、オリックス山崎颯一郎。颯一郎は、シリーズ1のエキサイティングと比べますと球威プラス2、制球マイナス1、スタミナマイナス1となっております。で、先発型から中継ぎに変わってるような形ですね。称号で球威 A が狙えるといったようなところです。で、球種につきましては、スプリットがフォークに変わっているのと、ナックルカーブが E から D に上がってるっていうような形ですね。他は特に変更がなく、特能につきましてはタイピンチが今回新たに追加になってるっていう、ような形ですね。ここはちょっと強くなってるのかなといったようなところなんですが、スプリットからフォークに変わったのはちょっとこれは痛いのかなと思われます。次、ソフトバンクモイネロ。モイネロはシリーズ1の通常 S ランクと比べますと球威プラス1、制球プラス3となっております。デフォで球威85の A というような形ですね。球種特に変更がなく、変化量かなり高いカーブの S とかめちゃくちゃ強いですね、これは。で、特能なんですが、奪三振から存在感に変わっておりますので、アニバーサリー獲得できなかった方は今回このモイネロ、全然アニバーサリーじゃなくてもいいぐらいっていうような性能となっております。正直超細かく見ると復縁の方のが微妙に強いんですが、ほぼ変わらないといったような形ですね。来シーズン先発に転向するっていうような話があるんですが、今後それでどうなるのかはちょっと楽しみなところですね。次、西武平井さん。平井さんなんですが、球威マイナス4、制球プラス3となっております。称号で球威制球同値が狙えるといったようなところです。先発適性が S から C に下がっているのと、ナックルカーブが追加となっております。で、スライダーにつきましては変化量がダウンして、フォークが B から C にちょっと落ちてるような形ですね。で、特能につきましては奪三振が援護下位に変わってるような形です。残留が決まりましたので、西武純正やってる方はちょっと良かったところじゃないでしょうか。次、楽天鈴木選手。鈴木選手は球威プラス1、制球プラス1、スタミナプラス2と、全体的にステータス上がってるような形です。球種につきましては縦スラが D から C に上がってるような形ですね。特能につきましては伸びが対、左打者に変わってるような形です。超タイピン持ちの、変化量の大きいスラブ、持ちは、かなり純正としては貴重な選手じゃないでしょうか。次、ロッテペルドモ。ペルドモはシリーズ1の覚醒と比べますと球威プラス1、制球プラス2となっております。称号で球威制球同値が狙えるといったようなところです。球種につきましては特に変更がない、アニバーサリーと、変わりはしないっていうような形ですね。特能は、アニバーサリーと比べますと、第3特能が祝宴から安定感になっているような形です。特能的に見たら、アニバーサリーの方が全然強いですが、ロッテ純正やってる方は欲しいところじゃないでしょうか。今後ちょっとね、来シーズンの去就が気になるところなんですが、純正ユーザーは、獲得しておきたいところじゃないでしょうかね。次、日ハム宮西さん。宮西さんはシリーズ1のセレクションから比べますと球威マイナス2、制球マイナス2、スタミナマイナス1と全体的にステータスは下がってるような形ですね。それでも称号で球威制球同値は狙えるといったようなところです。球種につきましてはスクリューが C から D に下がっているっていうような形と、特能としましては、外角丸が存在感に変わってるといったようなところですね。ステータスとしましては若干落ちては、いるんですが、リアタイでは全然使える選手なのかなと思われます。久々の通常 S ランクの登場はちょっと個人的には欲しいところですね。次、ヤクルトシミノボ。シミノボなんですが球威マイナス2、制球プラス3となっております。デフォで球威制球同値ではあるんですが、称号で球威制球 AA 同値は狙えるような形です。球種につきまして特に変更がないんですが、特能が奪三振がコントロールに変わっているのと、タイピンチが超タイピンチに上がっているっていうような形ですね。超タイピンチ持って、でなおかつ変化球の、挙動が変わったツーシームが搭載しておりますので、リリーフとしてはかなり強い選手、超強化された選手と言えます。次、横浜伊勢選手。伊勢選手は球威マイナス1、制球マイナス1となっております。称号では球威を A に乗せるのが一番いいんじゃないのかなと思われます。裏捨て
球種特に変更がないといったようなところで、特納につきましては、まあ、伸びが伸び回に変わったっていうような形ですね。超タイピンチでツーシーム持ちの選手ですので、まあ、純正はもちろん中継ぎ足りてなければ全然起用はありなのかなと思われます。次、阪神梶谷選手。梶谷選手は、ソフトバンク版の2019年シリーズ1ぶりの登場となっております。そちらと比べますと球威プラス1、制球プラス3、スタミナマイナス2となっております。球種につきましてはスプリットが C から B に、スライダーが F から C に、ストレートが A から C に変わってるような形ですね。徳野はその時と結構変わってまして、今回超対右打者20丸、キレ回対ランナーというような徳野となっております。まあ、正直純正のリーグ用っていうような選手ではあるような形ですね。リアタイ的にはちょっとこれじゃ厳しいのかなといったような印象です。次、巨人高梨選手。高梨さんはステータスシリーズ1と一緒となっております。称号で9位 A が狙えるような形です。球種につきましては今回シリーズ2フォークが復活しているっていうようなところですね。で、ツーシームが C から D に、ここがちょっと落ちてるところです。特納に関しましては、対左打者が球持ちに変わっているっていうところですので、シリーズ1持ってる方、ここは絶対継承してください。かなり強いですね。次、広島ターリー。ターリーは、球威マイナス1、制球プラス4となっております。球種につきましてはカーブがスラーブに変わっているのと、サークルチェンジがチェンジアップに変わっています。で、スライダーが消滅してしまっているといったようなところですね。特納に関しましては奪三振がキレに変わっているっていうような形ですので、まあ、ターリーリアタイで使うのはちょっと厳しいとは思うんですが、純正用としてオーダーに入れとくのはありじゃないでしょうか。で、ラスト、中日藤島選手。藤島さんは9位プラス1となっております。称号で9位制球同値は狙えるといったようなところです。球種につきましてはスライダーが E から D に上がっています。で、特納が超タイピンチが剥奪になっているのがかなり弱体化なのかなと、言えるところですね。リアタイだとなお厳しくなってきたのかなといったような印象です。はい、といったような形で今回新たに追加された中継ぎ12選手ご紹介してきました。今回中継ぎ12選手の中で私が欲しい選手で言いますと、ソフトバンクモイネロ、日ハム宮西さん、ヤクルトシミノボ、巨人高梨、この4選手ですね。横浜の伊勢も A ランクは集めてはいるんですが、まあ、正直今当たったとしてもちょっとオーダーには入ってこないのかなといったようなところです。欲しいところ、オーダーにすぐ入れられるところで言いますと、まあ、モイネロ、宮西さん、シミノボ、高梨さん、この4選手となっております。皆さん今回、中継ぎ12選手誰が一番注目している選手でしょうか。ぜひともコメントよろしくお願いします。はい、ということで本日は、新しく追加された中継ぎ12選手ご紹介してきました。明日は今回追加された中継ぎの選手狙って契約書引いていきたいと思います。今回の動画が良かった、参考になったという方、高評価、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。